しんどくるって何やってんだよあいつ。大丈夫でしょ、今日怪我なくなった早くこっちでやったればで、あいついなかったら OK か NG か判断できねえだろ。あー、なんとかなるしよ、後で判断すれば。現場に監督いないって何なんだよ、あいつの責任だぞ。違うだろ。何？今やってる会議さ、あれ監督のイメージを共有するためにやってる会議じゃん。それで作品にどう生かしていくか、それを考える会議でもあるじゃん。今できることを考えるべきじゃない？確かに監督の責任もあるけど、俺らの責任もあるんじゃない？拓也も引っ込み思案だからケアしてやんなきゃな。今日のおすすめメニューの看板かけるか。え、看板っすか。そろそろ看板ぐらい書いてみたらどうか。いや、俺そういうのはあんまり。そうか、分かった。宮田。はい。どうだ。はい、やってみるか。やらせてください。このようにもっと押した方がいいんじゃないですか。もっとこの見放題のメニューとか、もっと種類とかを出した方がいいと思うんですよ。宮田から提案があった飲み放題を取り入れようと思う。はい、はい、じゃあ明日からよろしく。はい、はい、皆様、お疲れ様です。ヨさん、ちょっと。はい、何ですか。お前はいいやつだ。気が利くし、客当たりもいい。はい、ありがとうございます。だがな、一つだけ気になる。お前、今日の満札チェックする係だろ。いや、それは途中からユージが。赤い、ユージは早番飲んじゃ。そばのチェックはお前の役目だろ。あの時店忙しかったし、他にも店にベテランいたし。お前に言い訳か。今日の売上がちなみに足りないんだよ。お前のせいだとは言わない。お前にも責任があるんだぞ。Thank you.
僕らは肝心なことなど忘れそうになるけれど本当は肝心なことだと知ってる心のまま飛べそうだ。青い空白い雲ほてった僕の気持ちも今日はなんだかちょっとなんかいい感じなんかいけそうだ。りょうたくんは今なんかやってることとかあるの？今シナリオを書いてる。で、仲間と一緒に映画作ってる。へえ、すごいじゃん。すごくないよ。さしさんはどうして歌を歌おうと思ったの？なんでだろうな。まあ大好きだからっていうのもあるんだけど、でも自分に嘘をつかないでいられるから。嘘をつかない。うん、歌歌ってる時は自分に正直でいられるし、自分が歌歌ってる時はちゃんと正直でいたいって思うんだよね。あー、荷物持つよ。本当？よいしょ、ありがとう。私のせい、私が悪いの。サシさんが悪いんじゃないんです。僕が荷物預かったのに取られたから、だから弁償するよ。いいよ、りょうたくんに責任はないよ。だから受け取れない。でも、責任ってなんだよ。Thank you.
頑張りましょう。はい、はい、よし。店長。お、亮太。こないだすいませんでした。なんだ。いえ、こないだの満札の件なんですけど。気にしてくれてたのか。俺、もう少しこの店で頑張ってみようと思うんです。もう少しだけこの店のことを覚えたいと思ってるんで。うん、よろしくお願いします。おう、こちらこそよろしくな。